校のハンドルネームライのコーナーということで、今回はですね、煉獄の蓮さん来ましたよ、蓮さんということでね、煉獄の蓮さん、すごい名前ですね。煉獄って知ってます？煉獄ってね、あと、天国と地獄の間にあるところっていう、ここが煉獄って言われるところで、ね、まあ、この地獄に落ちた方がね、ここに天国に上がるために、ここでね、ちょっとね、焼かれてしまうというね、苦しみを、罪を償うために苦しいことが、おーってなって、天国に上がるっていう、その場所ですね。はい。つまり、この煉獄の蓮さんは、ここの住人ということで、よろしいでしょうか。ということで、ね、煉獄の蓮。ね、かっこいいですよ、名前ね。はい、ということで、果たして、煉獄の蓮さんの、ハンドルネームの画数はいかに行ってみたいと思います。それではまずね、煉獄の蓮ね、結構難しい字ですよね。はい、十三角でーす。でね、よくは、あとね、ここです。要は、獄ですね。獄、獣編ですよね。ここ、ワンポイントアドバイス。ね。はい、獄っていうのは獣、これ獣編です。獣編はね、四角です。覚えておいてください。獣編は四角です。つまり、これは何角になるかと言いますとですね、なんと十五角です。能は一角です。霊は一角です。運は二角です。ボケ？来たー！これ来た！ほら来た！ほら来たわ！レンさん！来たよー！三十二角！あのね、我々占い師が、名前をつけてほしいって言われたときに、どこに持っていこうとするっていうと、大体ね、32画に持っていきます。32画に持っていこうとします。いろんな名字とか、ね、まあ、名前とか音を考えて、合計で総角は32画に持っていくっていうね、それに持っていくような数字。つまりね、行幸運って言います。ちょっと難しい字です。たかしっていう字ですけどね、ちょっとあまりお目にかかれない、行幸運。すごくいい数字です。当然、はい、当然、大吉祥数です。おめでとうございます。めちゃくちゃいい。すごく良すぎる。ということでね、本当にね、チャンスを掴んで一気に大成功するタイプです。あとですね、ピンチがあっても、それをチャンスに切り替えて成功してしまうというね、とっても素晴らしい運気を持っている数字でございます。はい。だからね、我々占い師というのはね、必ず32画に持っていくっていう感じです。あとですね、会社名とかやったら31画に持っていくんですけども、お名前に関しては大体32画に持っていくっていうのが我々の基本でございます。はい。素晴らしい。めっちゃいい。うん。もう大吉祥数ですからね。大吉数っていうもんね。ね、そういうもんでね、大吉祥数ですから、ね。めちゃくちゃいい。ね、これからもね、頑張っていってほしいと思ってます。今日の、まさあみりゅうほうでございます。ということでね。はい、ということで、煉獄の蓮さん。総角が32角。行幸運。これ行幸運って言うんですね。大吉祥数ということでね、本当にお見事でございます。これからもね、ぜひとも YouTube 頑張っていっていただきたいと思います。あとでね、この煉獄の蓮さんのね、チャンネルの方はね、下説明欄の方に書いておきますんでね、はい、ぜひともチャンネルの方遊びに行ってあげてくださいということでね、あとですね、僕も私も見てほしいっていう方はね、遠慮なく本当にね、下の説明欄に書いていただければ、順番にね、すぐにはまさかにもいろいろ用事があるんで、すぐにはできないかもしれないですけども、順番に追っかけていくんで、ということで、まさかみりゅうほうのハンドネーム占い、今回はですね、